辻から1時間運転してここまで来ました。フェリーに乗って車に乗って飛行機に乗って車に乗ります。忙しいや。屋久島から沖縄まで行くということですね。山々、これが俺の山。本当に暑い。あ、もう出港でーす。あ、出てた出てた出てた。みんな乗ってるな。よし、オッケー。サンコン、サンコン、ユカサンコン、安全して行きます。行けるのか行けないのか、沖縄キャンセルなのか。マジで沖縄キャンセルは頼むよ。渋滞したら終わりだね。信じよう、俺たちの力を。お前にはどうしようもねえ。ゴリラか、あれは。あれは幽霊じゃない。2時に着くところをね、3時半に着いてるんですよ。なのに給油ですか。いや、給油しないと動かないんですよ。これ船乗る前にやっとけばよかったんじゃないですか。できたら やりたかったっすよ。なんか結構余裕ありましたよね。あの時。今日はお願いしますね。はい、鹿児島空港に着いて、はい、荷物を取られてからお電話入れてくださいね。はい、はい、鹿児島空港に着いて荷物を取られたら電話。それは、はい、あ、出た、来てくれて、はい、ありがとうございます。戻ってきた時に、はい、わかりました。はい、どうもありがとうございます。はい、これ、俺なくしちゃうわ。オッケー、もらった。早く、どこ行くんすか。沖縄の方にね、屋久島、鹿児島、沖縄っていう流れでね、昨日屋久島、今日沖縄、これで、あっと。おいおい、何やってるの。これ邪魔なんだよ。こんばんは。こんばんは。着きましたね。着きましたね、那覇空港。はい、沖縄っすね。あの、僕の生まれ故郷でもあるんですよ。ええ、どうしたんですか。お客様ご自身で出発します。あいつ取ってくるのって言うだろ。俺だってこっち調べてる。よかった、よかった、ありがとう。いつか達也さんの荷物来るんでしょうか。ん、これ、うわー、取った。荷物来ない。トン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 、あれかあれかあれか、取るか取るか、トトトトトトだ、トト。ありがとうございます。取ったな。行きますか。モノレールみたいです。ん、モノレール。はい、さすが。ディープなアジアン宿、南風さんです。なんじゃこりゃ。うん、ここですね。ルーピー、お茶とアイスティーをお持ちします。これ正解ポイント。こちらなんだろう。
豆腐これうまそう、ね、うまそう、食べよう。おぉチーズ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 ルソー文学ギャグやフランス？フランスの思想家？はい、そうです。どうもはい、始まりました日本世界遺産旅。今日は12月4日世界遺産旅28日目です。はい、今日はね、沖縄のグスク首里城式壇園玉うどんそのひやん滝石門の4つを見ていきたいと思います。再生回数の発表出たー。再生回数36、37、38が2604でした、うん、はい。世界遺産39が686です。いやー、具志堅と坂東英二のリミックスをやります。くめんでーなんでーちょっちりーバーすいませんでした。安い、110円だね。ペットボトル、じゃあ頼んでみよう。沖縄っていうのは琉球王国っていう一つの国だったんです。でもそれがね、もうかなりいろいろな悲劇な歴史によってね、その琉球王国っていうのがね、もうなくなっちゃったんですよ。琉球王国っていうのは一体どういうところだったのかっていうのがかなり分からなくなってます。こんぐらい傾いてます。それちょっとやってるでしょ。いやちょっとさ、盛らずにやってよ。ここはね、あの式壇園から首里城へ続く道なんですけど、これがね、王家の一族の本宅と別邸を結ぶかもしれない道だったと言われてる。結局分からないんですよ。これ来る。すごい。日本とね、中国と、あと東南アジアの方の文化をね、結構取り入れてるあのところが琉球王国だったんですよ。来た。失礼しました。首里城です。ああ、面白いっすね。速くなってる、どんどん速くなってる、止まれない。すいませんでした。ウジュウンズバーうわいや登録して